ホールです。8番ホールゲストの古賀美穂さんと対決するらしいです。始まります。お願いします。本物の古賀美穂さんがいる。本物です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。兄弟でイベントに出てくるとか超仲良しじゃないですか。でもさっきキャディさんすごくいいこと言ってくれて、うん、弟さんですかって言ってくれた。しっかりしてるので、ね、まずいまずいまずい。そしたらあの人いくつに見えるんですかって25って言ってくれて、じゃあ20話が変わってきた。23ぐらい。乗れ、乗った、やった、いいじゃないですか、乗った、あ、出た、でかい、出た、でかい、あー、でもナイスショー、ナイスショー、でもナイスナイス、いい当たりでしたね、パー取れます、パー取れる取れる、頑張ります。おいいナイスナイス、残れ、いやいや乗ってる乗ってる、おーあー止まって、あーダメダメダメ、惜しい、ちょっとの無理でしたもんね、惜しい、やばい、あーだった、ありがとうございました、ありがとうございました、感動だね、いやー、なショットね、いやーもうここで終わるもん、バチンってなるもんな、ね、どうでしたか古賀美穂さんのショットは。かっこよかった、かっこよかったね、音がすごい、いやー初めて生で見た、ね、頭がすごい綺麗に残ってて、もう軽いんですよ ね、もう当てて終わりみたいな、ちょこんだって力入ってな、でボーンボールドバーすごい飛ぶみたいな、いや美しかった、優しい、あと本当頑張ってください、バンカー、でかいか、でかかった、パターンのが良かったね、はい、おー、あー惜しい、 OK です、危うくなっております。完璧だよ、あーでかいの、あった、お、前じゃない、スカイトラック効果出てる、スカイトラック効果出たよ、すごい、どうだ、うまい、ありがとうございますねじ込みましたナイス、はい、ありがとうございます、お願いします、21センチ、お、いかにそのカップギリギリのところで止めるかというのがルールです。これはですね、はい、コツを紹介しましょう、はい、まず僕らはこのあのパッティングのラインを読むときに、多分皆さんだとカーブの頂点一つしか見つけてないと思います。でも僕らはカーブの
通過点こんなにいっぱい決めてるんですね。まるでミンゴルのグリッドみたいな感じで、最初の 3m の曲がりがこれぐらい、次の 3m の曲がりがこれぐらいっていう感じで、ポイントポイントの曲がりを見てるんです。でこれを決めたら次に大事なことが、最初の通過点、ここの絶対上側を通す、上側を、下側を通すとカップインの確率 0%、 右側を通せば 1% 以上というのは、ラインって何本もあるんです。強めに打てばギリギリの浅いラインだし、緩めで打てば大きく打てて曲がってくれるんですね。ですから絶対に最初 の通過点の左を通ったらダメだよってことを考えます。そして次に、これ今1メートルぐらい下りなんです。大体の人がこう見ると、あ、下りヘナヘナみたいな感じで、下りと思った瞬間に打てなくなってしまうんです。パッティングってどんな距離でもテンポが大事で、近い時が 1,2 のテンポだったら、長い時も 1,2 なんです。上りでも下りでも 1,2 は一緒なんです。で、僕はここで平らに換算して打ちます。ここで大体高低差1メートルなんですけど、10センチで1歩ぐらい、1ヤードぐらいの平らに換算すると距離の差が出てくるんです。だからここはマイナス10歩で考えればいいんです。そうすると今勝俣が立ってますけど、彼女が立ってる足元まで平らのつもりで打てばいいんです。で、ここで大事なのが、まずはタッチが第一優先事項。みんなここでラインラインラインになって、ラインあショートになってしまう。必ずタッチが、まずは平らで彼女の足元までっていうと、12、3メーターの平ら、これぐらいで、ルートはあの白マークのところに構えて、で、そこまで、そうすると左側通っちゃったけど曲がってきてっていう感じで寄ってくる。で、今ちょっと強く打ったので左側通っちゃったので、もう一回やらせてください。平らで彼女の足まで打つつもりで打つと、これぐらいですかね。で、そうするとあの後打線でぐる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 っと回って、という感じで、すごろく寄せてください。さあ、やってみましょうか。はい。なるほど。平らであの辺。平らでこの辺は。ちょっと弱いかな。ラインはいいんだけど。平らで。わ、全然いかないんだ。ね、平らでここまで来ないといけない。もうちょっと強く。もうちょっと強くでした。もうちょっと。もうちょっと強くでした。はい。あ、いい感じ。めっちゃいい感じ。いけいけいけ。いいんじゃない？戻る。うわー、いくぞ。頑張っていいじゃん。いっぱいも。はい。ナイス。ナイス。素晴らしい。はい。ナイスパット。記録は。うまい。1m です。記録は 1m です。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。これぐらい打っていい。左で打った。もうこれがいいかも。ちょっと強かったかな。ちょっと強い分、カーブがね、少ない、まっすぐ目でいきます。ナイストライです。ありがとうございます。ありがとうございます。これぐらいあの大きく皆さん自分だと読めないでしょ。うん、読めない。そのコツはだから、これをこう3メートルずつぐらいに分けて、そこからそこまでの傾斜、こっからここまでの傾斜って分けて考えると読めるようになる。ありがとうございます。ありがとうございました。すごい綺麗。すごいよ、かわいい。はい、はい、ありがとうございます。こんな人いなかったですか？いますよ。まれに。まれに。はい、こちら行きます。行きます。はい、チーズ。緊張したの。おー、ナイスショー。鉄塔に行った。
あるので3番で打ちます。おー、 OK OK、 うん、ナイスー、当たればよし、ありがとう。はい、98ヤード52度で打ちます。あー、もういいや、いいんじゃない、まあいいんだよ、乗れば乗る、乗った、やった、3-4だ。あ、見たことあります？刺してぐるって回すともう上がってくんの、ほら、でこう、ほら、ゴルフダイジェストの人にもらったこうスパイダーってやつ、便利っす。うねうねってなってます。レッスンの成果ね、パターレッスンを受けたんで3点ぐらい。パターレッスン的にはこの辺だね。なんか3個ぐらい見つけてほしいって言ってた。そうか、そうだ、さっきのね、はい、まあ、難しい、さすがに見すぎじゃないんだ、うん、先の落ち葉あるじゃん、はい、あそこの先、あの外でいいと思う、うん、あ、そうなんだ、うん、ここだ、あ、ちょっとここを勝つ、うーん、いや、お入れ、うわー、惜しい、うまい、弱い、切れちゃう、切れちゃう、うまい、うわあ、惜しい、 OK です。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。